行くってなった時にドン。股関節の伸展が入って、上半身回旋してプッシュ。でもパワー系だね。結構瞬発力、パワー、スピード系に近い。持って、まあ、後ろの股関節で体重を受け止めるような感じで、足のスタンスとしては、まあ、後ろが、まあ、プレート踏むような感覚で平行にしといて、で前足は開いた状態。しんどい。腕の位置的にはこうで OK で、ここからこいつでこれで受け止める。ちょっとそこでいくと、そう流れるかな。そう、これは上げるときはどこを使うんですか？上げるときはここから、ここの跳ね上げでドンって感じ。よく20キロ出させてもらえる。結構しんどい。で、右がちょっと右手下がりすぎるから、もうちょっと上で OK。そうそう、そこで OK。そうそう、で、回し切る。回し切る。ここが回ってね。あ、そうそう。そう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 。パワー系だから、これも一緒で、ここに溜めた元物と重りを、もう終着点に向けて、ドン。最速で移動させるっていう意識で、ベストはこれを100回ぐらい疲労なしでスパン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 って超速くできるみたいなのがベストで、疲れちゃいけないやつ。あ、そうなんですか。疲れずにめちゃめちゃスピード速い動きができたら、この種目のベストの状態。投げる時もこのイメージですか？下半身最後この俺は変身運動するとき、基本ここにやっぱり残してる感覚で、こういう残したまま出していって、で、行くってなったときにドンってこう右半身全部、右足に全部前に持ってもらった。もうここまで来ると感覚だから、要はそのアウトプットになるには、その人はどういう感覚で動いてるかっていう世界になってくるから、俺は行くってなった時に行くってなってるけど、もしかしたらナオの場合は本来行くべきところで感じたところの手前から行くって思った方がいいかもしれない。そこは人それぞれ。まあ、投球の原理って結局この股関節伸展なんで、ね、一番最初のところってまず股関節屈曲してそこに体重を受け止めて、でそれが股関節がこう伸びていく、伸びていくのが一番最初のこの力の部分、地面を踏んで伸びていく。でそれが回転につながっていって、骨盤が回転するから背骨が回って腕がついてきて、そういっている。股関節をこっちが伸びるってイメージありますか？投げてる時はない。ないですね。で、ある人もいるかもしれない。それは個人の感覚なんだけど、でも全員伸びてる。そう、勝手に伸びてるもん。全員勝手に伸びてる。勝手に全員伸びてるってことは、勝手にこの股関節伸展の力を使っている。だ、感覚として感じるか感じないかは人の感覚だから、それこそ高速運動だからさ、伸びきってる時ってさ、もうさこういう状態なんだよね。そんな時に多分こことか多分意識してないと思う。ピッチャーどっちかっていうとリリースの方意識してるはずだと。気づかないんだけど実際には伸びてるっていう。俺逆の手をこうやって使うと結構やりやすいから、そうやってやってる。正直みたいな感じで、右めっちゃうまいな。いいっすね。
左はちょっと軽い方がいいかもね。したらまずその方が掴みやすい、本来の目的で外れちゃうから、ちょっと軽めにしてやった方がいいかも。片足で立って、左手でケトルベル持っていくときは右足で立つ。で、左足が遊び足になって、で、遊んでる足を後ろにこう遠くにリーチしていくのと一緒に、左足のつま先と、頭が一直線になった状態を作るから、足を後ろに持っていくに従って頭を前に出していく。で、折りが下に落ちていく。で、一番下まで落ちたら、これはもう8回ぐらいかな。8回ぐらいですか。うん。頑張って。なるほど。 OK、まあ、これはまあ本当にハム狙いだね。ストレッチされるからふくらはぎとかもあるんだけど、でピッチングで言うとまあなんか直接的に結構これ生きる部分があって、着地したらここからさっきこう伸びていくって言ったけど、でその後その時にこの前の足ってこのハムストリングスが、まあ、要は骨盤こうやってさ前に傾くからさ、だんだんこう伸ばされていくんだよね。ギューって伸ばされていって、でその中で地面をこう引っ掛くような感じでグーってこう力が入ってる。まさにピッチングの時の踏み出してから投げるまでの足の前足の使い方に一緒なの。ああ、そうですね。一緒ですね。完全に一緒で、シンプルにハムストリングス鍛えられるプラス、うん、直結でピッチング動作にいけるから、うん、これは俺はだいぶ好きな種目。8回3セットですか。8回3セットぐらいで、俺は致命的なのが左の方が弱い、うん、こっちでやるこっちなんで左のが圧倒的に不安定。常に浮いた状態なんですね。うん、ぐらつくのダサいんだよな両方まあまあ普通にできますっていうのが一番いい。